平野紫仕様、香港で、ルイ・ヴィトン、2024年プレフォールメンズコレクションを鑑賞11月30日、世界的な高級ブランド、ルイ・ヴィトン、が香港で2024年プレフォールメンズコレクションを披露しました。この注目すべきファッションイベントには、日本の歌手で俳優の平野仕様が出席し、驚きと感動のコメントを残しました。 メンズクリエイティーブディレクターのファレル・ウィリアムスが手掛けた今回のコレクションは、その斬新なデザインとユニークなアートにより、ファッション業界に新しい息吹をもたらすこととなりました。本校では、平野の仕様のコメントとともに、ルイ・ヴィトン、2024年プレフォールメンズコレクションに焦点を当て、その魅力やファッションシーンへの影響について詳しく探っていきます。 平野紫仕様の印象香港で開催されたルイ・ヴィトンの2024年プレフォールメンズコレクションに日本の歌手で俳優の平野仕様が登場し、その圧倒的な魅力を披露しました。初めてのファッションショーへの参加となった平野は、会場の装飾、登場したルック、そして最後の上空の演出まで瞬きを忘れてしまうくらい素敵なショーでした、とコメント。 音楽とファッションが見事に融合し、新しいコレクションが観客を引き込んだことを強調しました。平野の感動的な言葉は、このイベントがファッション界においてどれほど特別であったかを物語っています。 ルイ・ヴィトン2024年プレフォールメンズコレクションの概要ハレル・ウィリアムスの手による2回目のショー今回のプレフォールメンズコレクションはルイ・ヴィトンのメンズクリエイティブディレクターであるファレル・ウィリアムスによる2回目のショーとして注目されています。ハレル・ウィリアムスはその独創的なアプローチと音楽とファッションを融合させる才能で知られ、 前回のショーから引き続きファッションシーンに新たなインスピレーションをもたらしています。平野仕様の出席と感想平野仕様は、ルイ・ヴィトン、24年春夏メンズコレクションのセットアップを身にまとってファッションショーに参加し、その美しいデザインと斬新なコンセプトに感動を覚えました。彼が述べるように、カレル・ウェリアムスが手掛ける新しいコレクションは、 視覚と聴覚を同時に刺激し、観客を圧倒的な感動に包み込んだようです。ルイ・ヴィトンのアートとファッションの融合、ルイ・ヴィトンは長い歴史を誇りながらも、常に新しいアイディアと芸術的な革新を追求してきました。今回のプレフォールメンズコレクションでも、その伝統と革新が見事に融合されています。 パレル・ウィリアムスがディレクションを務める中で音楽とファッションの融合が一層深まり、これまでにないエクスペリエンスが提供されました。コレクションのトレンドと特徴は新しいコレクションでは、独創的なカットや配色、斬新なデザインが目を引きます。パレル・ウィリアムスのクリエイティブな手腕が光る中、メンズファッションに新たな風を吹き込みました。また、 彼の音楽との連携により、各モデルがランウェイを歩く中で音楽との調和が感じられ、観客は単なるファッションショー以上のエンターテインメントを楽しむことができました。パレル・ウィリアムスのコンセプトファレル・ウィリアムスは今回のコレクションにおいて、未来と過去、アートとファッションの架け橋となるようなコンセプトを採用しました。そのため、 コレクション全体が独自のストーリーを語り、見る者に深い感銘を与えました。ウィリアムスはデザインだけでなく、ショー全体の演出においても緻密な計画を練り、オーディエンスに没入感を提供しました。平野仕様のコメントから読み解くファッションへの愛平や仕様が、ルイ・ヴィトンのコレクションに対して述べたコメントは、彼がファッションに対して抱く深い愛と理解を反映しています。 初めてのファッションショーへの参加でありながら、彼は会場の雰囲気やデザインに心から感動し、その魅力に引き込まれました。これは単なるセレブリティの一コマではなく、ファッションへの真摯な興味と尊重の表れと言えるでしょう。ファッションとエンターテインメントの融合平野仕様のコメントには、 ハレル・ウェリアムスが手掛けたコレクションが単なるファッションの範疇を超えエンターテインメントの一環として捉えられていることが伺えます。音楽とファッションの完璧なマッチングに感動した彼は単なる服のデザインだけでなくその背後にあるストーリーやアートにも敬意を表しています。 これは現代のファッションが単なる衣類の着用を超え、アートやエンターテインメントとしての役割を果たしている少佐であり、平野自身がその魅力を存分に理解していることを示唆しています。香港で開催されたルイ・ヴィトン2024年プレフォールメンズコレクションは世界的なファッションイベントとして大きな注目を集めました。 その中で、平野紫洋が初めてファッションショーに参加し、その感動をコメントしたことで、ファッションとエンターテインメントの融合が際立ちました。パレル・ウェリアムスのクリエイティビティに満ちたデザインは、伝統と革新を見事に融合させ、観客に新しい視覚的な体験を提供しました。 今回のイベントは、単なるファッションショー以上のエンターテインメントとして位置づけられ、ファッションの可能性を広げるきっかけとなりました。平野紫耀のコメントを通じて垣間見えるように、現代のファッションは、単なる服の着用を超え、アートやエンターテインメントとしての役割を果たしています。これからも、ファッション界は進化し続け、新たな才能やアイディアが生まれることでしょう。